本当にすごいね。運営さん、新マップってのが出て文句言うやつ多分いないと思うんだけど。新マップやりたいのに雪山出てる。雪山何回やってんだってレベルで。本当に尋常じゃないレベルで雪山やってるけど。棒を超えたレベルだ。全部超えてるレベルぐらい。こいつマジで何やってんだよこいつよ。近いとこでいいんだろ。なんでこんなに回してる俺たちが余計なことやってんだよ。僕は守ったぜ。これてんじゃねえぞ。ナンバーワンプレイヤーを。ナンバーワンプレイヤーに。
止まげねえでよ、このクズよ、ゲートも上げねえでよ、このクズプレイヤーよ、このゲートは開けないクズよ、こんなつくようなクズプレイヤーって、ゲートも上げねえクズがよ、ずっと救助も行ってねえようなクズプレイヤーがよ、あの真似すんだぞ、マジでムカつくような、安全救助しねえでゲートも上げない、大抵だろうよ、救助も行かないで俺に全部チェイスさせて、発電機回すチェイス、安全救助まで作るチェイスさせて、あの救助するやつどこいんだよ、まあ、説明しろまずよ、怒るに決まってんだろ、俺が。電気しか回さないで救助も行かないやつが、あの救助すんの、怒り浸透だよな、普通ゲート開けてから安全救助するよな、マジで無能なの、そこにキラーがいるのに救助すんの、クズプレイの連発、マジでムカつくよな、俺の方は神プレイ、自分が狙われることで、あの撃ったっていう盤面、美しい盤面だ、プレイヤーってもうダメ、最低なのはこの、この、こいつだけだって、プレイヤーなんだだよ、まずこのギラーも最低だろこいつ、見たか、人間性が最低なの、もう人の気持ちも知らない、この野郎が俺の動画見とけ、まずよこの三流がよ、発電救助も行かないと、まず救助も行かねえやつがあの盤面でゲートを開けてから来るだろ、ゲートも開けないで救うってどういうことよ、まずよ、トンネルされたらどうすんだよ、まず。ゲート開けてから来いよ、まず。一般的によ。なんでキラーがそこにいるのに助けねえんだよ、まず。ほんとムカつくや、こうやつよ。傲慢で自己中心的で、救助も行かない。救助も行かないで発電機回してんの。この最低プレイヤーは。何がプレステージ100なんだよ、この、こんなプレイしてよ。で、俺の救助をよ。あんなおかしな救助してよ。自分で反省しろ、自分のこいつは傲慢なんだよ、自分のプレイに、自
分が正しいと思って人が怒ってるっていう。救助もろくにしねえやつがまず救助に入ってんじゃねえよって話だよ。安全圏でしよ、安全圏でお前らはやって、こっちだけが一番危険なところで回してんだぞ俺は。危険なところで回してる状態で、で一番中間のポジションを持って結局チェイスで、ポジションが、二つのポジションがおそらく推測して、ネアのところは分かるけどスティームのところは分からんから推測しながら中間のポジションを取ってやられるっていう美しい真似をしてるわけだ。こっち本当に疲れるわ。なんだよあれ、キラーがいるのに救助するとかよ、舐めてんじゃねえよまずよ。フックに吊る立てねえようにする前にゲート上げろっつんだよまずよ。お前の目の前にゲートあんだろ、なんで上げねえんだよ。なんでゲート上げねえんだよこいつはよ。目の前にゲートがあってゲート上げねえ、来ないんだよ。ほんとムカつくよなこういうプレイヤーって。最低なんだよ、傲慢なんだよ。救助もさ、人を怒らせる救助してよ、ダメなんだよ。俺はもう伝えてるからね、俺は怒ってるからね、ないから。なんでこいつはゲート上げねえんだよまず。近場のゲート上げねえんだよまず。小屋のゲート上げねえんだよまず。で、なんで俺の無救助無理やりやってんだよまず。なんでああいうプレイしてんだよ。傲慢なプレイなんかしてんじゃない、そういうのはするんじゃないんだよ。求めてないことはするんじゃないんだよ。もうこれみんなに言うけど、ありえねえからまず。なんでゲート上げねえんだよ。助け出されてどうやって出んだよ。出れねえだろ、ゲート上げてから来いよ。なんつう救助してんだよ。ダメな救助しちゃダメだからね。いらねえだろ、あそこにフックに吊るさせねえとか。フックに吊るさせていいだろ、あの盤面、むしろ。ちゃんとゲームしろってんだよ。通報したからね、俺は。こいつら日本人だったら動画見ろ、俺の動画。俺は怒ってるからな、お前のやったプレイに。プレイを反省して直せ。あったのはやっぱり、ゲロシャスザプレイ残さなきゃいけないから、これは俺が怒ってるってこと。まあ、初見。